では聞いていきます。よろしくお願いします。まずは優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちから聞かせていただけますか。そうですね、準決勝から本当に近畿勢の後輩に助けられた、大会だと思ってます。まず勝ってグランプリへというところが決まりましたが、いかがですか。まあ、そうですね、去年の、オールスターの大怪我から、1年少し経ちましたけども、ようやく復調の気配が見えたのかなというふうに思ってます。はい。で、決勝戦を振り返っていただきたいんですけども、今日はどのように考えてらっしゃいましたか。まあ、基本的には前受けの選択だったんですけども、スタートを取れなかったので、寺崎君後ろからしっかり上げてくれたなというふうに思ってます。ついてていかがでしたか。すごい気迫はあったので、僕もしっかり使わなきゃっていう意識もありました。別戦の仕掛けなどはいかがでしたか。そうですね、最終ホームからいつでも行けるように構えていたんですけども、根伏君がすごいいいスピードだったので、かなりきつかったです。もちろん出ていかれる決断もされたと思いますが、いかがですか。ただこれに関しては、前回の新王杯の失敗があったからこその成果だと思っています。爆線を越えてゴールまで向かっていきましたが、後ろなどは分かっていましたか。誰か後ろにはいるなって思ってたんですけども、もう無我夢中だったので、はい。で、ゴールまで踏み込みましたが、いかがでしたか。もうかなりきつかったです。優勝の実感はいつでしたか。もうハンドル投げるところまでは優勝確信できなかったです。はい、その後、大声援だったと思うんですが、いかがでしたか。ただ、お客さんの声援に応えたかったんですけども、ハンドルから手を離せなかったので、あまりにもきつかったので、そのあたりはちょっと出し切ったなというふうに思ってます。で、降りてからじゃあその深々とお礼をしてましたね。その印象的でしたけど。いや、もう本当にファンの方々にもそうですし、近畿の後輩たちも本当に感謝でいっぱいでした。大会を振り返ると予選の9着からというスタートでした。どんな5日間でした。そうですね、自分の中では苦しい展開が続くなというふうに思っていたので、しっかり挽回したいなというふうに思ってました。で、個人のこともお聞きしたいんですけど、6つある G1 のうち5つ目というタイトルを手にしましたが、いかがですか。そうですね、近畿勢この大会すごく相性が悪いので、それを払拭するためにも今回取れて本当に良かったと思ってます。ちょっと先になりますけど、2月の全日本選抜でというところも聞かれるようになっていると思います。そこのあたりは意識せずに、まずはグランプリに向けて頑張りたいと思います。すみません、改めてになりますけど、かめませんで、ちょっと最後メッセージという形でいただけますか。そうですね、今回近畿の後輩たちのおかげで、優勝することができました。またしっかり力をつけてグランプリ、また近畿勢でワンツーできるように一生懸命頑張ります。お願いします。